アメリカのバイデン大統領は30日 AI ・人工知能を規制する初の大統領令を発令しました国家の安全保障への影響が懸念される AI の開発企業に対し安全性のテストと政府への報告を義務付けますまた、AI による偽情報が拡散するのを防ぐために国民が触れる情報が AI 性かどうかを識別できる仕組みを作るとしています一方で AI 開発の国際競争力を高めるため、助成金の拡大や海外人材へのビザ発給を緩和することなども盛り込みました。また、国際的な枠組みづくりのため、日本やヨーロッパ諸国、インドなどと連携するとしていますが、中国は含めませんでした。